回は弊社が使っている製品の中から麻袋を紹介したいと思います。麻袋は信濃北の一年草である繊維作物絨毯を原料とした大変丈夫な袋です。乱暴に扱っても破れず繰り返し使えます。運動会の障害物競走で袋跳びの袋に使われるのをご存知の方も多いのではないでしょうか。麻袋は別名ドンゴロスや南京袋とも呼ばれたりします。ドンゴロスの語源はデニムの一種であるダンガリーをローマ字読みしたものがだんだん変化していきドンゴロスとなったようです。南京袋の語源は幕末から明治初期にかけて南京米を輸入した際に麻袋を米を入れる袋として使用されていたことが語源と言われています。最近ではクラフトの紙袋やポリエチレンのクロス袋が主流となってきましたが、麻袋は天然繊維で作られているため環境に優しい製品です。弊社では480mm×620mm と 600mm×1000mm の2種類の大きさの麻袋をご用意しております。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。以上、麻袋の紹介でした。